登山シーズンっていう感じです。あの山開きはまだちょっと早いと思いますけど、登ってる人も結構いるんでしょうね。皆さん滑落にはくれぐれもご注意ください。それでですね、僕今向かっておりますのが、パチンコ屋さん。僕自身はあのパチンコを全くやらないんで縁遠いんですけども、この前お客さんからですね、パチンコ屋さんにあるラーメン屋さんがね、美味しいという話をお聞きしまして、ちょっと行ってみようと。今まであまり興味のない分野だっただけに、ラーメンは興味ありますけどね、パチンコに全く興味ない。全く今までの人生でやったことがないということはないんですよ。逆に就職してすぐの時ハマってしまって、会社の女の子からねお金まで借りてパチンコやっちゃって、それが当時の支店長にですね、一番偉い人に見つかって頭がっつりはたかれてね、今だったらそれ自体頭はたく問題になると思うんですけど、当時は普通でしたよ。頭だからね、それで目覚めまして、そこからはもうパチンコやってない。ああ風が強いからあれか、岩手さんくっきりなんだな、おそらくね。昨日ちょっとだけ雨降って、今日ちょっと寒かったんで、朝方寒かったんですけど、この気候がまあ晴れ晴れとした霞もない状況にね、演出している感じです。で、この左にね、このパイプあるでしょ、鉄板、これが邪魔なのよ、俺からしたら。いつもそう思うの。ここの通り最高なのよ、まっすぐの通り。ちょうどバスに、転覆バスがここ通るんですけど、まあ、車でもいいですけど、車はちょっと低いから、バスの高いとこからいつもね、こうスライドシーンを撮影するには最高ですよ、岩津さんの。そう思いながら、この鉄管パイプがもう邪魔してくれるわけ。この下のこのガードパイプっていうの、これは大丈夫なんですよ。もっと上、バスだから上のとこから狙えるんで。この鉄管パイプよ、邪魔なのが。さあ、リジョイス見えてきました。まあ、そのパチンコしないでラーメンだけっていうのは多分僕ぐらいなんでしょうけど、もうちょっと先です。あれ、今時間はね11時ちょっと前、11時からだといいな。あれ、ラーメン屋さんあんのかな。え、どこにあるんだろう、この建物の中か。パチンコ屋さんの中にあるんだな。普通なんか外にあるよね、ラーメンってね。これじゃ分かるわけないよな、パチンコやってる人しか分かんないよね。まずぐるっと回ってみるか。ぐるっと回って、なんかラーメン屋さんの格好してる人いた。いや、ということはこの中だね。僕が頼んだのが半チャンラーメンでございます。さて、お味はいかがなものでしょうか。至って普通であります。パチンコやって休憩でラーメン食べるには普通がいい。これでいいのではないでしょうか。
高校を卒業して就職で盛岡にやってきたばかりの高読青年は毎日暇な社会人人生を歩んでおりました。あの当時はバブルが弾けたばかりで同僚も多く、僕はただただ机に座っているだけの毎日だったんですよね。さらに電話に出ようものなら相手が何言ってるか分からず、何度も何度も聞き返すことになり、ある時会社の役員からの電話にもそのような応対をしたのであります。そのうち電話にも出られなくなった孤独青年はストレスのあまりパチンコにはまることになります。高校を卒業したばかりの安月給ではすぐにお金もなくなり、それでもパチンコがやめられず、会社の女の子からお金を借りることになります。当時はキャラクター的な存在でしたから、お金を借りるなんざ簡単でしたよ。あっという間に数十万単位の借財になりましたね。それがバレてまっちゃんに頭をすこたま叩かれました。まっちゃんとは支店長であります。一番偉い人ね。僕のことを娘さんの婿にしようとした人です。もしかしたらあのままパチンコにはまって借金ばかりしてたら、借金を肩代わりする代わりに婿入りしていたかもしれませんね。ごくごく普通の半チャンラーメンも最終盤戦へと差し掛かりました。昔のほろ苦い思い出がよみがえるラーメンでありました。皆さん、くれぐれも借金はしないように心がけてくださいませ。借金してまで遊びにほうけるのはよくありません。自分の身を滅ぼさないように生きられることを心からお祈りいたしております。